はい、明けましておめでとうございます。続きサービスエリア、2024年、いつだ1月3日ですね、午前中です。今日昼続きやるんだけど、集まっています。美人さんの964です。この人ほんと綺麗だった。なんかこっちポルシェいっぱい止まってんな。でね、なんか懐かしきジャパン2枚、かっこいいな。ほんでもって、今年はねちょっと時間を少し早めて、出ることにしました。ちょっとね個人的な理由があって、個人的というかまあ治安上の理由があって、そういう方向にしています。なんだこれ、テスター、あれこれ、あ、コウさんのだ、大先輩のコウさんの、大先輩のコウさんのです。はい、ここには某走り屋さんたちいます。笑ってるし。はい、あれですかな。ほんでこちらこっちの方にいっぱい集まってますね。はいはい、フラットノーズラウオープン。ラウオープンでスーパーセブンが来たりしてますね。はい、ほんでもつて、GT2 にネズミくんの964カレフォー、うちのステップワゴンかっこわら、ほんで、なんかすごいフェラーリいっぱいと、カブさんの MI99 ルマンブルー超かっこいい。ほんであとはロータスに、なんか GT3 結構いいな、 GT3 結構いますね。あ、石田さんの3.2カイラー、はい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 、なんかわけのわかんねえすげえのがいいな、 AMG なんだかわかんないけどすごい、なんだかすげえ。大先輩の、山田さんです。 73RS です、本物です。いや、あの人ね、山田さんはねリッターバイクとかでねサーキットもしてるんだけど、むちゃくちゃ速い、鬼のように速い、本当だから大先輩。杉浦さんの、ディアブロ VT、 まあいろいろといっぱいいます。物々しいな、やっぱこれだ、 GT2?3? よくわかんないけど3だ、 3RS だ。てかね、なんかねでかすぎて画角に収まりきんない、やっぱでかいんだ最近のポルシェって。しかもちゃんとデーラーモンの、これがノーマル、すごいな、すごすぎるぜと言っている間に、なんかこの辺のアムシュ早いんだよな。でランボルギーニのなんかわけわかんないけどすごいやつ、すごいやつ928ですね。もうあのさんいねえな、それ928といえば、どっかのホストの355、はい、さっき営業に来てましたホストで、アストンのなんかとっぽいやつですね、これ。あれ、これもしかして、もしかしなくてもアストンマーチレーションかな。はい、であとはこれ渋いな、なんだっけ、コロナで、はい、菅谷さんの NS の NSX 新しいやつ。はい、まあなんか まだまだいっぱい来るけど、なんかすごい。あとはね、フラットノース。もう二十何年来、ポルシェ仲間です。はい。こんな感じになってます。今こんな感じでオーナーからクレーム入りました。はい。
はい、ランボーいっぱいいます。あ、コルベットだ。やっぱコルベットいいよな。あれ、コルベットってなガールになってる。あ、すげえな、すごいぜ、すごいぜコルベット。ターちゃんの、モーテック仕様、930ターボ作業間に合いました、修理。はい、いやらしい匂いのするエラン。オーナーです。いやらしい匂いがします。いやらしい匂いするか。旧車のいい匂いがして。ああ、なんか勘違いしてるみたいです。あ、いいな。ラムトラ。ラムトラいいな。ラムトラ。はい。これさっきこの辺撮ったな。もあとはね、あ、スーパーセブン、これもいいな。あ、超本気モード、超本気モードで、あ、撮影する邪魔になってしまう。こっちを回っていこう。フェラーリさん、はい、インドさんの、993、あ、996、はい、タツナリさんの BB です。そんで、はい、モデナ中華。このコルベットすげえんだけど、なんかガブになっちゃってて、どうなってんだこれ。多分こういうキットがあるんだな、ガルウィングキットが。やっぱ1回開いてからやんのかな、横に開いてスライドさしてから上上げんだろうな。で、ムルシ君、ムルシ君で、男のマニュアル、マニュアルです。そんな感じかな。で、まだまだ集まってくるとは思うんだけど、そろそろミーティング始めて、スタートしないと、ちょっとペースカーといわれるものが来て、私が来て、私を、まあ、呼ばれて怒られると思うので、ちょっとそろそろミーティング開始したいと思います。いっぱい来ちゃうね、これから多分いっぱい来るんだよな。まあいいや。